ニューストピックスです GoTo ト,トラベルの地域共通クーポンを取り扱う県内の店舗でクーポン券の偽物を疑うケースが出ています今回はこの話題について八千記者に伺います八千さんよろしくお願いしますよろしくお願いします GoTo ト,トラベル事業では旅行代金の15%相当の金額がクーポン券として旅行者に配布されます 石川県内でもすでに土産物店や飲食店など2977店舗が登録されていますさてこのクーポンをめぐって何が起きているんでしょうかはい。実はこのクーポン券がお札のようにすべて一緒ではなくて少し違いがありましてそれがお店側から見るとどれが本物かわからない状態になっているそうです例えばですがえっと香川市の土産物店では 他のものに比べて紙の厚さが少し薄かったり裁断した後のような細い線が引いてあったりするものを見つけたそうです、はい、大見町市場の作業店ではクーポンを見比べていると少し色が薄いものあったそうです、うん、まあどれもね言われてみると怪しく見えますよね、はい、それらはやはり偽物なんですか、はい、一概に偽物ということはできませんで観光庁によりますと クーポンは全国数カ所の工場で印刷してまして、その印刷の工場によってクーポン券に多少の誤差が出てくるということです。はい。で、今のところ観光庁では偽造クーポンについては一枚も確認していないということです。うん、判断がね難しいんですよね。クーポン券の偽造対策としては何かしているんですか。はい。一応クーポン券を例えばコピー機で 印刷コピーしたりするとその県のところに英語でコピーという文字が浮かび上がったり小さく記されているトラベルの文字が黒い線に変わってしまったりするそうですなるほどではお店側はそこを確認すればいいんですねそうですねただ一部の取扱店からは角度によってはコピーの文字が見えてしまうという指摘も出ています、はい、で偽物と完全に判断できないのにお客さんが渡してきた 券ンンン少し怪しくてももらうのを断ることもできず、うん、で一枚一枚を調べるのも手間がかかるので店舗では張りでで注意喚起をししたすするしかないそうです、はい、で旅行者側としても本物を渡したのに偽物と疑われても困るという声も聞きました、うん、せっかくの景気刺激策ですからこう使う使うも受け取る方も気持ちよく使いたいですよねそうですね。うん 今回は社会部の八地記者に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。